ちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、今朝ね、ちょっとね、すごくね、びっくりしたことがありまして、心臓がね、一瞬止まるかと思ったぐらいね、そんなくらいね、びっくりしまして、それ何があったかっていうとね、メールをね、開いたんですが、そしたらね、ちょっとね、ネットで、宝くじっていうかね、ロトをね、買いまして、ジャパンネット銀行っていうところに登録してありまして、そこでね、なんかね、アプリをね、使うとロトが買えるっていうのを知りまして、それでね、今まで6回買ったことがあって、この間ね7回目をねちょっとね買いまして、それでそのね、今までね1回もそんなね通知なんてメールなんてね来てなかったんですけどね、メールが来てて、あれなんだなんて思って開けてみましたらね、なんとね宝くじが当たりましたっていう、そんなねメールだったんで、もうねびっくりしまして、それでね、それねちょっとね読んだら金額が書いてないんですよね。それでちょっとね、ここに今ね貼るんですけど、宝くじ当選のお知らせ、竹下明俊様、いつもジャパンネット銀行をご利用いただきありがとうございます。おめでとうございます。宝くじに当選されましたのでお知らせいたします。当選金の普通貯金口座への入金は下記を予定しております。入金予定日2021年3月3日っていう、そんなね通知が来まして、って本当にね、小額じゃこんな通知来ないだろうななんて思いまして、それでねもう慌ててそのねジャパンネット銀行のねその宝くじ、ロトのね購入したそのねアプリの方にね行ってみまして、それでね開いてみましたら、ずっとねこう第何回外れ、ロト7第何回外れ、6第何回外れみたいな、そんなのがこうなって、それでね、そのね1個前にロト7をね買ってるんですけど、それはねまだね、3月5日がね抽選日っていうことで、まだ反映前っていうことで、その上にねロト6、当たりなんてね、そんなね赤い字でね書いてありまして、それでねなんかねドキドキしながらそこをねポッてねタップしてみましたら、金額はね1000円が当たってました。1000円。でもねメールを見た時はね本当にねもう心臓がねもう止まるぐらいマジかみたいな、そんな感じになりまして、それで本当にね、ドキドキしながらアプリをね開いてみたら、1000円が当たっていたっていうことなんですが、これね僕ねまだ今までね5回ぐらい、6回ね買って、そのね7回目をね買うきっかけっていうのはね、LINE でつながってくださって友達がね連絡くださった時に、ロト7がねなんかキャリーオーバー中で50億ぐらい、ちょっといくらかちょっと忘れてしまったんですけど、そんくらいねこうキャリーオーバーで溜まってるみたいな、そんなね話をしまして、それで自分はねこのジャパンネット銀行、その銀行名とか出さなかったんですけど、アプリでウェブでね買うことができるんですよって、こんなんなんですよみたいな、そんな感じでスクショを撮ってねちょっとね見せてあげたっていうことがあったんですけど、そのねついでに、ついでにねちょっと買っちゃおうなんて言って、それでロト7をまずね買いまして、それでそれがねまだ反映前っていう3月5日が、抽選日っていうなんですけど、それでねロト6もやっぱ買っとこうかななんて言ってね、次の日にねちょっとね買ってみたんですよね。そしたらそれがね、3月1日のね、抽選っていうことで、買ったその日にねすぐね抽選だったんで、すぐね当たってたっていうね、そんな連絡がメールできまして、普段ねあまりね自分ねこう買ったものをね、宝くじもそうなんですけど、すぐにね見ないっていう、意識して見ないわけではないんですけど、ちょっとね忘れてるみたいな、そんなところがあって見てなかったんで、今回もねロト6見てなくて、朝そ
んなねメールが来て本当にね、まあ、びっくりしたななんてそんな風にね思って、まあ1000円だったんですけど、まあすごくね嬉しかったんで、まあそのねロトの話をした、まあ、お友達にはね、まあ、そういう風にね、ロトの話をしなければちょっとね買わなかったと思うんで本当にね、ありがとうございますみたいなそんなね感じのねお礼を、まあ、1000円なんですけど、まあそれでもね本当にね嬉しかったのでね、まあ、連絡をしまして、まあ、本当にね良かったななんて思いました。それでやっぱね最近ね本当に自分はね、まあ、金運がすごい上がってるっていうねそんなねなんかねこう気がするっていうんですかね自分で思い込んでるっていうのがあるんですけど、まあ、先日ね、まあ、金運アップの曲、まあ、お金が入ってくるじゃんじゃん入ってくるっていうねそんなね曲をねすごくね気に入ってしまって毎日のようにね、まあ、聞かない日がないぐらい毎日ねYouTube でね、まあ、ミスターコンサルさんって方のね YouTube なんですけどそれをね開いては聞いてそれでねなんかねこう気分がすごい上がってるなーなんてそんな風にね思ってるんですけど、まあ自分はねついてるっていう言葉をね知った時に、まあ斉藤ひとりさんがそれ天国言葉だっていうのを知って、まあ、ずっとね言ってるとアファメーションするといいですよみたいなそんなね動画を見たりして、まあ、言うようになってから本当にね自分はついてることばかり起きるようになったっていうね、まあ、それはね本当にねこう起きてることはね前とね変わらないんですけど、まあ、ついてるっていう言葉をね意識するようになってから本当にねついてること、まあ、いいことにばっかね目が行くようになって本当にねついてることばかり起きるようなねそんな気がして、まあ普段ね目に行かなかったようなね本当にねまあ小さなことがね気づくようになってそれで本当についてるなーなんて思うようになったんですけど、金運もねやっぱりね自分で金運が上がってるって思い込むと、まあなんかねまあ先日もね3回ね3個もねこう臨時収入があったりとか、あと今回もねまあ言ってみれば臨時収入、まあロト7とロト6で全部でね1200円使ってるんで今のところマイナスにはマイナスなんですけど、でもね全く当たんないよりは本当にね良くて本当にね金運上がってるなーなんて、まあ、先日のね、まあ、お金が入ってくるのねその曲を聞いたのか、まあそのね曲を聞いてから財布マジック、実はね財布マジックの言葉をね、まあ、その曲がすごく気に入ってしまったんでお金がね入ってくるの後にお金がねじゃんじゃん入ってくる、お金がたくさん入ってくるってね、まあそんなね歌詞があるんでそれをね、まあ、財布マジックで、まあ、取り入れまして、それをね貼り替えたばかりで、もしかしたらね財布マジックの効果だったのかもしれないし、まあそのね金運のねお金が入ってくるねその曲、それをね最近すごくね気に入って、それをねまあ、脳内でねリピートしてなんかね気運がすごくね上がってるような、そんなねもう思い込み、そこでねまあ気運が本当に上がってこう当たったのかねちょっとわからないんですけど、でもね本当にね嬉しいなーなんてその風にね思ったので、ちょっとね今日この話をしようかなーなんて思いました。もう本当にね朝ねそのメール見た時はね一瞬ね本当に心臓がね止まるかと思ったぐらいねびっくりして、まあ高額が当選したんじゃないかなんてねそんな風にね思ったですけど、まあ1000円だったんですけど、それでもね本当にね嬉しかったんで、ちょっとね今日この話をしてみました。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。